ポロト湖を背景に海岸に面して広がる白老町。アイヌのおばあさんのようにという意味のフッチコラチの会を主催する岡田育子さんに、白老町でルンペと呼ばれる着物を作っていただきます。今回は自分の寸法で裁断してあります。でこちらの方は身頃部分で、こちらの方は袖の部分、これは今回は突っぽで作ろうと思っています。で白老地方の特徴的なこととしてテープを使います。そしてこちらの方にあるのは切り抜きをしたものが背中と裾模様に入って模様が構成されます。袖から始めます。裁縫用のヘラで縫う部分に印をつけます。まずこういうふうに印をつけるんですが、今中表になっているのでこれを戻して、まず先にこの裾の一番下を縫います。今では指導的な立場にある岡田さんですが、初めて着物を縫ったのは結婚してからのことでした。結婚した時に私の夫が何か着物を作ってみないかって言われて、その時に初めて作ったっていうのがあるんです。初めてだったのでどういう布を使っていいのかもわからないし、まずほとんど分からなかったんですね。でも写真やなんかもありましたので、写真を見よう見まねでやりまして、まず作ったのがあるんです。でもそれは恥ずかしくて見せられるようなものじゃないんですけど、本当にそれが今でも夫は私が最初に作った着物っていうことですごく大事にしてくれてます。袖の下の部分が縫い上がると裏返し、待ち針を打っていきます。岡田さんは白老地方に伝えられてきた着物作りを大切にしています。私はいろんな図案とか図録を見る機会ってすごくあったんで、それですごくいろんな地方差っていうのが分かる。でも私は自分はここの出身なので、やっぱりこのルンペからは絶対離れられない。やっぱり他の地方のものってなかなか分からないんですよ。伝承者の方から聞いたわけでもないので、やっぱり自分はこっちの方のものを作っていこうというふうに自分は思ってます。岡田さん、地元白老への思いは強いものがあります。着物の袖は次の段階に入りました。袖の下の部分から2センチほどのところを並縫いで縫い進めていきます。縫い終わると再び裏返します。岡田さんは縫い物をするとき心を穏やかにして縫い目を揃えるよう心がけているそうですが、それがなかなか難しいと言います。これで袖の底の部分が、はい、袋縫いにしたところ、さらにここ一本縫いました。縫ったものを今度折り返し、また折り返したところ縫っていきます。折り返した部分は縫い目を出さないようくけ縫いで縫っていきます。袖の下の部分の処理が終わると、袖口を三つ折りに折り返し、同じくくけ縫いで縫っていきます。袖口ができました。袖が仕上がると後ろ身頃の背縫いに入ります。2年か3年くらい前に大阪の民泊に行って、どんな着物がどんな模様をついてるのか、どんな生地を使ってるのかとか、そういうのを勉強してきたんです。本当に昔のアイヌの人たちっていうのは
ほんの少しの布も大事に使っていたんだなと思いますし、今我々作ってる時は本当にもう一枚の布っていうか一旦の布で全部を作りますので、これは幸せなことだなっていうふうに思っていますね。背縫いが終わると脇縫いに進みます。脇縫いは背縫いと同じように布の表を合わせ、耳ぐけのための幅を残し裏から縫います。今回布地には松阪木綿を使っています。本当にすごく有名ですよ、松阪木綿。でも今だんだん木綿の需要が少なくなってると見えて、いろんなところがもう廃業したりとかしてるみたいなんですよね。その中でもまだこうやってやってるっていうことはすごいことだなと思いますね。脇ができました。これはですね、袖付けの線を今つけるところだけです。決めておかないと後から縫うときに分かんなくなるので。袖をつけるためのガイドをあらかじめしつけ糸で縫い付けておきます。袖下のこの布を2ミリぐらい前身頃の方に折り込んで20センチぐらいちょっと留めていきます。でこれからずっと耳向けをします。全部耳向けをして、でそれから裾っていうことになります。今こういうふうに折ってますから、これはこのまま耳向けでいきます。まず一目を表布に取ります。一目取ります。はい、これ取ります。でこの上の布、ここだけを表に、この中だけを通します。こうなってます。でまた表布をすくいます。でこれで一目すくいました。で表に出てるのは一目だけなんです。前身頃の襟下を三つ折りぐけにします。先ほど袖口を三つに折り返して縫ったのと同じ手法で、襟下の部分を下から縫っていきます。付け縫いによって表布に出る針目をできるだけ少なくします。針を運ぶ中、岡田さんは祖先への思いをこのように語ってくれました。小さい時っていうか、昔の知世みたいなところに住んでまして、その感じは思い出すんですが、私の祖母の方になってきますと、普段の時はアイヌプリのようなことはほとんどしてなかったですね。ただ私の父はなんかは新年を迎える時とか、アイヌプリのおみきの揚げ方っていうんでしょうか、そういうのはやってましたね。だから今でも私たちはお盆になって先祖の墓参り行く時には必ず黒塗りのお椀を持ってきまして、イチャルパっていうんですか、そういうのだけは私たちはやっています。背縫いと脇縫い、脇の始末、そして前身頃の襟下、裾、三つ折り抜けしてきまして、襟のところですね、ここまでくけておきました。これから襟の付け方に入っていきます。このように印をしていますので、これに合わせて襟をつけていきます。はい、このようにピンを打ちました。これを縫っていきます。布の両端を合わせ直線で縫っていきます。襟がこのようにつきました。でこれに襟芯をつけていきます。先ほど縫い上げた襟のところにさらしの襟芯を縫い付けていきます。今ここまで縫ってきました。これを中に折ります。折ってきます。で襟肩空きが3センチ落として切ってますので、
これに合わせてこの布を襟を3センチのところにつけます。はい、そうするとここで襟の角ができてきました。はい、こんなに。こっちも同じです。3センチで、だいたいこれで 5.5 センチの襟ができています。これを中に折り込んでいきます。襟芯を包み込むようにして中に入れ、縁を内側に折り込んで襟の部分を仕上げていきます。私がこういうことをするようになってから、父は大変喜んでましたね。すごくなんか顔がほころんでたような気がしますね。やっぱりそういうの自分の子供がやるっていうのすごく嬉しかったんだと思います。一針一針進めるたび、岡田さんの胸にさまざまな思いがよみがえってくるようです。じゃあテープ貼りをしていきます。裾回りなど、まず着物の縁にテープを置き、待ち針で留めていきます。角の部分もテープを切らずに折り返していきます。で、額縁のようにします。材質は木綿を使います。なるべく生成りの天竺、私たちは天竺ってよく言うんですが、今はシーチングって呼んでますけど、みざらし天竺を使います。古さを感じさせるかなっていう思いです。材料、色合いの一つ一つに秘めた思いが込められています。これが白尾地方の特徴ですね。白の後に赤っていうのが他にあまりないような気がするんですけど、テープ2本入りましたので、次は切り伏せを置きます。中心を揃えます。切り伏せ模様を施す時、下地とずれることのないようにあらかじめ描いておいた文様に沿ってしつけをします。20年にわたって活動を続けるフッチコラチの会、創立メンバーの岡田さんが現在代表を務め、個性を生かしたオリジナル作品を生んでいます。会員の方が身につけているネックストラップもその一つ。白老町の商工会女性部とのコラボで役場の全職員の方が身につけるなど、町を挙げてアイヌ文化をアピールしています。またアイヌ文様の刺繍を生かした作品を制作するほか、商業振興会の依頼によるのれんが町内の商店に飾られるようになるなど、活動の幅を広げています。切り伏せ文様が裾の前面に施されていきます。あらかじめ縫われたしつけ糸の
内側を切り取り縁をかがっていきます。曲線の部分は適度に刻みを入れ、針先で布を内側に折り込みかがっていきます。ここで角をつけていきます。角っていうか切らうっていうか、ここからあのトゲとか、あのよくアユシとかってありますよね、あれと同じだと思うんですよね。ほとんどの着物がこういうのが入ってるので、これも一応魔除けを意味してるんだろうなと思ってます。切らうは模様の先端部など随所につけられます。じゃあ刺繍に入っていきます。導き糸を左手で押さえながらこの糸で絡んでいきます。これはコーティングステッチと言います。でここからこちらの赤いテープの方に糸が渡っていきます。導き糸はテープや切り伏せ模様の上を縦横に横断して縫い付けられていきます。こういうテープの端は必ずきちっと留めます。これはここギリギリのところで一回留めます。そうすると動かないです。でこっちの方の端渡しの部分は本当にもう粗くいくんです。端渡しの部分は後々もう一本の糸と交差するため粗く縫い付けられます。折り返しの部分です。縫い糸を2回絡め、導き糸をしっかり固定し縫い進めていきます。秋に始めた岡田さんの着物作りも季節が変わり仕上げの段階に入ってきました。絵たらかをやっていきます。この角から始めていきます。これは刺繍でもチェーンステッチのやり方。まず一目チェーンを取ります。あとはもう自由自在に右行ったり左行ったりします。しかもすくう針目は大きさはまちまち、自分の好きな針で行きます。本当にこれやってると楽しいんですよね。規則的な文様の繰り返しが多い中にあって、絵たらかの自由な模様がアクセントになっています。じゃあもうあの一応袖を止めて仮止めしてますので塗っていきます。こういう伝承するっていうことはすごく私はいいことだと思いますし、私は結構20年以上前から自分の先祖の着物などをやってきて、じゃあそれは今まで生きてきた先祖さんの気持ちとかそのデザインなんですけれども、じゃあ今に生きる私たちはじゃあ何が残せるんだろうかっていうふうに考えた時に、今まで作った先祖さんの模様ばかりじゃなくて、
自分たちのものを残していきたいっていうふうに最近は考えるようになりました。はい、完成しました。今を生きる自分たちのものを残していきたい、そんな思いを胸に2018年2月岡田さん縫い上げました。まさか自分がこういうことをやるなんて思わなかったんですね。ごくごく普通のサラリーマンの妻っていう感じだったんですけど、でもたまたま自分の、環境にこういうようなアイヌ文化がいっぱいあったっていうこともありましたし、自分は本当に恵まれている環境の中にあって本当に良かったなって、でもそれを周りのみんなにっていうか、やりたい人たちにはどんどん教えていきたいし広めていきたいなっていうのがありますね。